那覇空港では今日午前予定を変更して、早めの便で移動しようと搭乗手続きをする観光客らが長蛇の列を作る様子が見られました。那覇空港を発着する空の便では、今日本島、離島と県外各地を結ぶ242便が欠航するなどダイヤが大きく乱れ、およそ3万人に影響が出ました。 那覇空港では明日の発着便も420便が欠航を予定していて、5万7000人余りに影響が出る見通しです。また、海の便でも本島と周辺離島を結ぶすべての便が欠航となるなど、交通機関への影響が広がっています。